正月になったらみんなに腹いっぱい食べさせてやりたいし、少しでも炭を売ってくるよ。人は守り助けるもの、傷つけない、絶対に傷つけない。なんだこれ、俺の顔に文句でもあんのか。何、俺の顔チロチロと見てやがる。なんだよその顔、やめろ。なんでそんな別な生き物を見るような目で俺を見てんだ。責任取れよ、お前のせいで結婚できなかったんだから。私に何か用ですか。ずいぶん慌てていらっしゃるようですが、私の顔色は悪く見えるか。心より尊敬する親方様であるが、理解できないお考えだ。全力で反対する。さぎり山の麓に住んでいる鱗滝左近次という老人を訪ねろ。富岡義勇に言われてきたと言え。なんだっけあの鳥、僕はどちらでもすぐに忘れるので。この辺りに生存者はいないようですね。知らせでは新人の水の戸の大使も数名新たに入山したようですけど。なんだ、鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが、地味な野郎だなおい。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて、素敵な兄弟愛、けなげだわ。そんなものではとどめはさせん。人に聞くな、自分の頭で考えられないのか。おいおい、なんだか面白いことになってるな。鬼を連れたバカ隊員ってのはそいつかい。死にはせん、この程度で。降りてこい、このバカ者。落ち着けて、お前には才能が。で、俺はこれからどうすりゃいい。刀だよ刀、今すぐ刀よこせ、鬼殺隊の刀。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって当たり前、言うことすべて信用できない。俺は信用しない。ああ、鬼に取り憑かれているのだ。早くこの哀れな子供を殺して解き放ってあげよう。大丈夫、きっとなれるよ、私が見てあげるもの。空は青いのかな。顔ぶれが変わらずに半年に一度の中央会議を迎えられたこと嬉しく思うよ。お前の方こそ何をしている。いつまで地面に尻をついているのか。構えもせず北西の町へ向かえ。そこでは少女が消えている。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。そして鬼狩りは鬼と一緒にいるのか。貴様、邪魔をするな。女の鮮度が落ちるだろうが。お前を連れてくるようにあの方に言われたんでな。目くらましの術をかけている場所にいるんだ。たどれるものか。この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。よしなさい、なぜ暴力を振るうの。俺は鋼塚という者だ。かまど炭治郎の刀を打ち持参した。師範の指示に従っただけなので、お礼を言われる筋合いはないから。さようなら。あの、ちょっとよろしいですか。その子はどうして縛られているのでしょうか。罪人か何かなのですか。あなた様直々に手を下していただけること、他の鬼の断末魔を聞けて楽しかった。腹立たしい、小生の獲物だぞ。小生の縄張りで見つけた小生の獲物だ。僕たち家族の静かな暮らしを邪魔するな。お前らなんてすぐに母さんが殺すから。逃げても無駄だぜ。お前はもう負けてる。もう分かってんだろ、やばいことになったって。無駄よ、切れやしない。私の糸束はね、柔らかいけど硬いのよ。まず妖怪液が邪魔な服を溶かす。
あなたたちに倒せるかしら。私に近づけば近づくほど糸は太く強くなり、お人形も強くなるのよ。顔が真っ黒じゃないの。こっちにおいで。雪が降って危ないから行かなくてもいいんだよ。鬼狩り様でございますね。どうぞこちらでございます。お召し物でございます。兄ちゃん、今日も町に行くの？兄ちゃん。そりゃやるけどさ、一緒にやると思ったのにさ。なんだよ急に。私も行く。ついて行きたい。ちゃんとお手伝いするよ。あら、どうしたの？お知り合い？私は金森と申します。伊之助殿の刀を打たせていただきました。戦いのお役に立てれば幸いです。おいおい、こら、やいてめえ、やい、いつまで寝てんだ。さっさと起きねえか。でお前で14だ俺が食った鱗滝の弟子の数だよ。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。はじめ、できる方々はすでにいらっしゃいます。そうだね、あとはジュン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 。あの、炭治郎さんは全集中の呼吸を四六時中やっておられますか？朝も昼も夜も寝ている間もずっと全集中の呼吸をしてますか？俺は、俺が言いたいのはな、金じゃねえんだ。お前が俺のうどんを食わねえって心づもりだとか許せねえのさ。炭治郎さん大丈夫ですか？何度も声をかけたんですが。柱の皆さんやカナオさんです。